気合は十分。この戦いを制するのはどちらか注目していきましょう。いい戦いになりそうだ。ラウンド1さあ、ファーストラウンド注目していきましょう。ダイヤ足払いはしっかりガード。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。次は冷静に抜けていく。ここでダイヤ足払い、ターゲットコンボをしっかり決めていく。打つか透かすか踏み込むか、地上の駆け引きの間合い。空対空はバッチリ。よう出る、息が合っている、シンクロしている。投げを試みるが空を切る。グラップしている。両者の投げが噛み合うとこのように投げ抜け状態になる。プレイヤー2、体力状況は厳しいが、ドライブゲージの運用次第ではまだチャンスはある。アーマーで受け止めている。ここから試合は終盤戦。コンボカウントしてフィニッシュまで。お見事。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この攻撃を活かせるか。ラウンド2ファイト。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。プレイヤー2、さあここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。プレイヤー2、丁寧に有利を継続している。これはうまくゲージを使う判断。どうなるか。ここでシーファ衝撃、 SA レベル2を選択。プレイヤー1、ゲージ有利、このチャンスを生かせるか。ダイヤシーからのこの逆、見えているか、この投げを。プレイヤー1、ここでの押し KO。 さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。ファイトラウンド、ファイト。やる気満々だ。この投げは警戒していた、上はダメ。ジャンプからの強力な攻めを見事に潰している。プレイヤー1、いいリズム、しっかり抜けて。プレイヤー、投げが決まった。さあこれで攻守交代、上は絶対に通さない、めくっていく。 SA ゲージは溜まっている。なんさあこれは痛いぞ。残るか、残るか、まだ残る。この先だ。あれ、プレイヤー2、決着。プレイヤー2、さすがにこれは面白かった。 GG。 さあこのマッチアップどうなるか、展開に注目していきたい。手加減は期待しないでくれ。さあファーストラウンド注目していきましょう。弾で様子を見るか。さあここでチャージを一つ。さあラウンドはまだ序盤。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技繰りが難しい距離。さあまだドライブゲージはたんまりある。勝ちへのプラン見えているか。プレイヤー2、画面端の揺さぶりで卓を通し続ける。さあ一気に壁際に連れ込んだ。ラインを押していくことで有利な状況を作っていく。プレイヤー1、ドライブが使えない、バーンアウト状態だ。ターゲットコンボを叩き込む。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。弾で状況に変化をつけるか。さあ前に出てプレッシャーをかけつつも、壁際での弾打ち、丁寧にプレッシャーをかけていく。これはどうなる。プレイヤー、とどめはドライブインパクト。プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。ラウンド2ファイト。やる気満々の開幕弾、この威力でペースを変えていくか。相手が地上にいる時だけ弾を打つ、この弾打ちには年季が感じられる。一息つけるか、中足がヒット。さあ前に出てプレッシャーをかけると、受け止めながら。プレイヤー2、ドライブゲージの運用が難しい状況。来るか、ドライブゲージはわずか、うまく活用できるか。人来客、真空波動拳を打っていく。弾打ちからきっかけを狙っているか、間髪入れずに打っていく。
遠距離での様子見、両者をこの時間どう使うか、一息つけるか。プレイヤー2、丁寧に頭上がガラキ、プレイヤーを飛びはバレバレ、ここで壁やられ相手の守りをこじ開けていく。 KO、 もうやるしかない、駆け抜けるしかない状況。ファイトラウンド、ファイト、ふんだんにドライブして、ファイナルラウンド最後に笑うのはどっちだ。プレイヤー1、いいリズム、いい間合いが取れている。画面端、試合は大きく動くか、この通りは見えている。ジャンプからの強力な攻めを見事に潰している。体力十分、ここは通さない、どうする、パニッシュから対戦、すべてのゲージを注ぎ込む、出し惜しみはなしだ。どうした、待て、クリア2、体力はないぞ、ワンチャンス作れるか、分からせにいった、深く踏み込む、次はどうする。プレイヤー1、この画面端でどうやって両立、 KO。 プレイヤー1、やり込みが色濃くにじむ。この戦いを制するのはどちらか注目していきましょう。ミッションに取り掛かる、いい戦いになりそうだ。注目のファーストラウンド、何が起きる。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。投げ、プレイヤー1、さあ追い詰めた。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。打撃はパリーでさばく、投げは届かず、アーマーで受け止めている。ダウンアウトした。さあダウンから大きな体力差になったが、ドライブで届いた。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ラウンド2、ファイト、様子見の開幕飛びロープか。手の内はある程度見えた、両者は今何を思っているか。ここは重足を一つ、さあ二方宿滝がヒットする、うまく投げていった。ここで位置が入れ替わる、ドライブ波動拳、じいじいとした回せ、先に仕掛け受け止めながら。プレイヤー1、ここで SA、 試合を動かしに行く。決着となるか、まだ戦いは続くか。ぴったり届いた、体力ゲージ管理完璧。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。ファイトラウンド、プレイヤー2、起死回生の SA でパニッシュカウンターのチャンスは見逃さない。レベル3選択、ゲージを大胆に使っていく。プレイヤー1、わずかなリードが大きなアドバンテージを生むか。これはドライブ、苦しいところ、わずかなゲージを使っていく。プレイヤー1、我慢できるか。この状況からオーバードライブ遊んでなのか。両者ドライブはね、ここでバーンアウト。プレイヤー1、迎撃成功の形、バーンアウトする。欲望のダイゴス炸裂、飛び道具で対応を迫る。前飛びするか、これでドライブが使える。ここで大きく前を取ってペースダウンを図る。プレイヤー2、台足はガード。さあそしてソバットで牽制しつつ、弾力がトップエニッシュ。プレイヤー1、さすがにこれは面白かった。 GG。